はい、男三匹の美学でございますけどもね、はい、今回は、はい、はい、友達の話で共感できない話。え、共感もできない。はい、はい、僕の友達の T 君っていうのがいてるんですけど、うん、なんかね、まあ、一人っ子を悪く言うつもりはないんですけど、はい、うん、なんか独特の考え方があって、うん、まあ、結婚2回してるんですよ。はいはいはい、うん、で2回目も終わったかな、うん、終わってる、はい、うん、でその原因となる話というか、うん、はい、子供がね、うん、その、再婚同士なんですよ、はい、で、うん、子供お子さんがいらっしゃって、うん、男の子と女の子と、うんうん、でまあ2人とも旦那さんも奥さんも、看護師をやってて、うん、まあ、夜勤とかもあるんですよね、うんうん、で、夜勤から帰ってきた時に、はい、僕の友達の方が起きた時に食べようと思って10本入りのアイスを買ってきてたんですよ、はい、でそれを冷凍庫に入れて、うん、で寝てたんですよ、うん、でその間に、まあ、子供が学校から帰ってきたりとか、うん、奥さんが食事の支度したりとかしてるのに、まあ、冷蔵庫開けたら、うん、アイスクリームが入ってるわけじゃないですか、うんうんうん、ほんなら子供が、あ、おやすみもあれ食べていいって言ったら、うん、あ、まあ、あの、いいやと、10本も入ってるし、はい、いいよって言って、うん、もう奥さん食べさせてあげたわけですよ、はい、でそのまま僕の友達が起きてきて、うん、見たら空いてるわけじゃないですか、アイスが、うん、そうですね、お、何買ってあげてんねやと、うん、ええってなるやん、うん、いやいや、全部食うてたらそりゃ問題ではあるけども、残ってるんですか、もちろんもちろん10本、はい、10本は絶対、そうです、その1本か2本ですよ、はい、食べたっていうのは、うん、で、いや、寝てたから、その夜勤明けで寝てたから、うん、その食べるのにわざわざ起こしたら、はい、怒るやろ、いや、それは怒るよ、はい、そうやろって勝手にあげたからよ、うん、って言うて、揉め出すっていうね、うん、どう思うって言われて、はい、そう、わかんないそう、そう、T 君にどう思うって言われて、そうちの嫁こんなんしよんねんね、そうそう、そうそう、うん、子供に勝手に壊しよんねんね、俺の、うん、で、うん、え、うん、いや、壊そうわいや、なんやったら自分の子供でもないしさ、ちょっと気に入られようと思って、ああ、もっと食うてええぞって言うたるぐらいのもんじゃないですか。え、その人にとってそのアイスクリームってそんなに大事なものか。いや、ただ単に自分に黙ってされたっていうことに対してのでしょ、はい、そこでしょ、はい、なんか、まあ、ある種ちょっと変なプライド的な、そうそう、多分ね、それはあかんよな。いや、ダメですね、うん、うん、いやだから、うん、友達でさ、そういうのがいてはると、うん、ちょっと共感しにくいって。いや、あのね、さっきもね、そこのコンビニ行ってたのよね、はい、こうなんかお茶とか買ってた時にね、うん、2つあってレジが、はい、1個のところでね、その、まあ、若い子ですわ、まあ、20歳代というか、はい、こうね、キャップかぶってね、で、なんか言うてるんですよ。ほんだらなんかこう、なんかそういうあの電子機器みたいなの買ったんですよね、はい、でそれをなんかメモリーかなんか知りまへんで、うん、なんか買ったらそれ思ったものと違ったらしい、はいはい、でも、まあ、一回買ったものはみたいな話になるじゃないですか、ね、開けたりしてね、うん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 、でこれはあのなんとかかんとかのあのあなたの言うてることはこれはできないのはなんとかかんとかのカスタムですからとか言うたの店の人が、うん、だからこの人がね、お客さんがね、うん、カスタムって俺聞いてないよなと、うん、あのはいはいとか言うて、カスタムって言うたら今お前が言うただけやんか、今お前が言うただけやんかとか言うて聞いてないかなとか言うて、そんな言い方で詰めてるわけよ、はいはいはい、お前が今言うたなとか言うて、言うたよなとか言うてさ、あ、はいって、だから言うたよなとか言うてさ、いやそれはその交換違うもので交換してほしい気持ちももちろん分かるし、はいはい、あ、その時の説明が足らんかったっていうのは分かるけども、うん、その何も知らん子にそう詰めたところであんまり意味がないじゃないですか、なんとなくカスタムや言うてもね、はい、だその子はただ単にカスタムで書いてるから言うただけで、前打った子はそれを言わんと渡したのかもしれないけど、うんうん、こうた方も、まあ一回確かめるって言ったら、まあ他に確かめなくてもいいかもしれないけど、まあ、あっちこだってなったら行って何とか交換してもらえませんかっていうのは僕は筋だと思うよね。そんなやつ友達だとどうしますそんなこと言ったら、いや隣になっても恥ずかしいですよね。そうなんですよ、その子
声を荒げる人はおかしいけど、こう突き詰めて言う人っているじゃないですか。いますね。あのね、うん、コンビニで突き詰めて怒ってる人いたなっていう話なんですけど、うん、ローソン、あ、ね、うん、俺よく行くんですけど、はい、ローソンってあの唐揚げくんとか、うん、いろんな食べ物を売ってるじゃないですか、うんうんうん、でその中にあのエルチキっていうのがあるんです、うん、こんなフライドチキン、はい、美味しいんですよね、うん、であれをあの、うん、僕も買おうと思ってレジ並んでたら、うん、はい、はい、おっさんがね、自動ドアバーッと開いて、うん、怒鳴り込みながら入って、おい、これどういうことやってね、うん、だから手には L チキが持たれてる、これのどこが L チキやって言うんですよ。で、そのおっちゃんは、うん、L チキの L っていうのは、うん、スモール、ミディアム、ラージの、ラージの L やと思ってるんで、これのどこが L やって言うてるんですけど、店員さんは、いやこれローソンの色なんですよ。おっさんもこうなってるのも引っ込められないです。だからそれもその時もそのカスタムの下りみたいな、それはでもお前ローソンの L って言うてなかったやろぐらいのことは今言うただけやろ、お前今ローソンって言うただけやろ、打ったやつは言うてなかったみたいな。僕のその友達もね、オートバックス行って、まだ車買いたての頃、新しい二十歳ぐらいの時に、はい、そのやっぱりこう自分の買った車カスタムしてるじゃないですか、はい、だから、はい、そのルームランプみたいなこうシガーソケットに挿して、はい、ちょっと光るおしゃれなやつを買って、で、買ってきて、はい、挿したら、はい、光らないんですよ。あ、光れ。で、こう、なんでやってこう説明書見たら、12V って書いて、12V って書いてあったんですよ。あ、これ 12V って書いてあるわ。うん、って言ったら、車の持ちですよ。あ、これあかんわ、俺の車16バルブやわって言い出して、バルバル、いやだからのエンジンが、ああ、はい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 、あ、俺の16バルブやわって言って、オートバックスでそれを持って行って、あ、僕の車16バルブでした。これじゃないか、あ、だから運転手さん、あっていう。エンジンにつけよう思ったんですね。あ、そう、エンジンかけてなかっただけ。はい、だから刺したらつくと思ってたけど、はい、なんかもうそれでわざとほんま店持ってって、はい、どうなって言ってるんですか。全然どうなってはないけど、どうなってないけど、恥ずかしい、恥ずかしいでしょ。恥ずかしいですね。僕の車16バルブです。そういう恥ずかしいって若い頃僕らも、あなたもあったかもしれないし、はい、あったのは、はい、まあ、ほらスキンを買いに行くときに、あ、薬屋に当時なんか自販機のやつはなかなか出てこないから安心できなかったんですよ、はい、なかなか出てこないの、自販機の家庭計画で書いたやつは出てこないの、わざと、はい、もうとにかく金取りっぱなしにするんですよ、はい、だから見に行けない、行けないから恥ずかしいから、だからこう、もう薬屋行くしかないんですよ。そういう商売、コンビニでも売ってなかったし、はい、コンビニはなかったのかな、僕ら、はい、でとにかく薬屋に行ったら、はい、その、まあ、女性の方がね、しかも裏若き女性の方が、はい、の時はあったんですよ、はい、あったという僕の友達の話、はい、そのですいません、コンドームくださいって言ったら、はい、向こうは、じゃあサイズはって聞くんですよ。え、うん、そんなほんまに聞くんですか。聞きます、聞きます。だって SML ってあるんですよ、はいはい、でサイズ聞かないと、はい、あかんんですよ、だって合わない場合がある、うん、うん、ほんだら、え、どうしようってなるんですよ、はい、うん、でまあ、普通よりちょっと大きいのかなとか言ってさあって言われることがあるんですよ。あれはもうみんな経験してるんですよ。へえ、それはでも、うん、今はそんなことないですよね、さすがに。まあ今はだからもう売ってるからね、もう標準のやつは聞かれんでも分かるようになってますね。昔はね、めっちゃ大きかったんですよ。なぜかって言えば、はい、コンドームが日本になかったから、はい、外国からでも輸入してたんですよ。で、外国のやつが標準になってたから、はい、でもでかいんですよ。あ、うん、だからみんなでかいのを買わされてて、ブカブカやったんですよ、はい、だからそれで日本人に合わせて種類が出たんですよ。あ、うん、その時の悲劇ですね。はい、サイズはって聞かれた。その方はな、うん、ちょっと大きめって言ってました。そうそう、うん、ちょっと普通の大きめ、ちょっと見え張って。いやいや、そういうのありますよ、ね、あります、あります、よくわからない、恥ずかしい何か、うん、まあ、エルチキはね、めちゃくちゃ恥ずかしい、エルチキ恥ずかしかった、振り上げた拳を下ろせなくて。そうです、ね、だからあんまりこう、あ、大冗談に言ったらあかんのに、何でも、あ、そうです、ね、言った時に、自分が間違ってた時に、あ、
ってなった時に、はい、もうそのおろせないからむちゃくちゃ言うしかないじゃないですか。もう分かってるんですね自分でも多分、うん、もうね、ああ俺が悪いんだけど、もうもうだからなんかせんたかんというね、はい、もう一言なんか言うて言うて、もう許したろっていうようなところで許さないとダメなんですよねこっちから。あ、辛いですねそれね。おっちゃんもおっちゃん辛かったと思いますけどね、ほんま腹立ったんやろね、うん、L で楽しみにでかいのがL サイズが出てくると思ったあれL サイズじゃないない思ったよ、ちょっとね、小ぶりでちょっとちっちゃいやんか、これM ぐらいやん、これカーなってんのめちゃくちゃ鳴ってましたね。あ、そう、うーん、飽きて、これーっつって、いや、暴力沙汰かな、思いましたすごいな、はい、まあ、そういうことがあったということでよろしいですか。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。